母子家庭ってことは中卒？さぞ貧しかったでしょう。息子が結婚するというので嫁家族との顔合わせに向かうと、母子家庭の私と息子をバカにしてきた。うちの家系は皆それなりの大学を出ていまして、学歴の低い人間と接したことがないんですよ。会話も噛み合うかどうか。結婚してもうちはみんな優秀だから劣等感で辛くなるだけよ。私だけならまだしも、息子を侮辱する言葉に我慢の限界だった。ここまで言われて黙っているわけにはいかない。息子のためにも真実を明らかにすると決めた。私は朝子、56歳。ちょうど30年前に夫と結婚した。夫はとても旅行が好きな人だった。休みの日は日帰りでいろんな場所に連れて行ってくれ、私の知らない世界をキラキラした目で紹介してくれる。そんな生活は息子のアキラが生まれてからも続いた。息子は博物館が好きで、様々な博物館に行っては夫と二人で楽しそうに展示品を眺めており、親子だなぁなんて私は二人を見ながら笑っているのだ。そんな幸せな生活がずっと続くと思っていた。息子が5歳の時だった。海に行こうと夫が言い出し、急遽隣県の海水浴場まで遊びに行くことになった。夫が運転する車の中で息子は上機嫌にはしゃいでいる。そんな時、突然車が突っ込んできたのだ。こっちは青信号で走っていたのだが、信号無視した車が猛スピードでぶつかってきて、私たちの車は凄まじい勢いで飛ばされた。私は骨折、息子は奇跡的にかすり傷で済んだ。しかし夫だけが帰らぬ人となったのだ。突然の別れに悲しくて悲しくてやるせない気持ちでいっぱいだった。しかし息子のために私は泣いてばかりいられない。仕事と家事と育児と毎日忙しい日々だった。両親の助けもあり、なんとか息子のことを大学卒業まで育て上げることができた。息子は素直な子に育ち、今は毎日仕事に精を出している。そんな時、息子が結婚したい相手がいると彼女の凛さんを紹介してくれた。はじめまして、八谷凛と申します。黒髪の可愛らしい女性だった。話をしていても落ち着いており、大和なでしこを体現したようだ。そんな彼女はミュージカルが好きらしい。私もミュージカルが好きで、たびたび劇場まで通っていた。趣味の話で盛り上がっていると息子が何やらおかしそうに笑う。俺より母さんと仲良くならないでよ。嫉妬も混じった息子の言葉に私たちもおかしくて笑ってしまった。それから嫁とは時々一緒にミュージカルに行くようになった。彼氏の親なんて気を使わないかしらと不安だったが、嫁は全く気にしていない様子で、むしろ喜んでくれた。私、自分の母が少し苦手で、あまり仲が良くないので、あそこさんのこと勝手に本当の母親のように思っていました。恥ずかしそうに言う嫁にとても嬉しくなった。私こそ娘ができたみたいで嬉しいわ。そして二人で笑い合った。本当の娘のようで、どこか年の離れた友人のような関係の嫁と過ごす時間は、私にとってかけがえのない時間になっていた。その日も嫁と二人でミュージカルを観劇し、その後一緒に食事をしている時だった。あら、凛じゃない。一人の女性が話しかけてきた。
その姿を見て、嫁の表情は一瞬にして曇った。お母さん。こんなところで何をしているの？そちらの方は？私がお付き合いしている方のお母様です。嫁が言うと、嫁の母は驚いたように目を見開き、そしてニコッときれいに笑った。この人があの貧乏な彼氏の母親？貧乏なんて言ってないじゃない！なんて失礼なこと！だって片親で苦労されたって言っていたじゃない。そんなの貧乏に決まっているわ。かわいそうに。あまりに自然と嫌味を言われたので混乱してしまった。義母はじろじろと舐め回すように私を見る。あまりに不快な行動に眉間にシワを寄せると、義母はクスッと笑った。凛は昔から変わり者よね。こんな年の離れた貧乏人と関わって。時間の無駄だから行くわ。今度の親戚の集まりには顔出しなさいよ。義母は嫌味を言うと帰っていった。しかし嫁は厳しい顔をしている。すみません、母親が失礼なことを。いいのよ。それよりお母様はいつもああなの？うちは学歴を重要視する家族で、ちょっと偏見が強いところがあって苦手なんです。そうだったのね。申し訳なさそうな嫁に怒りより同情の方が強くなった。癖の強い家族で交友関係など苦労したのではないだろうか。息子は婿に行くわけではないし、私自身もそこまで関わることはないだろうと気にしないことにした。その数日後のことだった。私は勤めている会社に行くと、ロビーに設置しているゴミ箱の近くに紙くずが落ちているのを見つけ拾っていた。その時若い男性が声をかけてきた。あの、営業部ってどこっすか？振り向くと30代前後の男性が立っていた。ああ、もしかして清掃のおばさんだからわからないっすか？彼はニヤニヤ笑っている。尺に触る言い方だが、職場のため冷静に彼に返事をする。わかりますが、身分を証明していただけますか？ああ、エッサの八谷です。八谷さん、珍しいお名前ですね。ふと嫁の顔が頭に浮かんだ。彼女の名字も八谷だ。もしかして妹さんいらっしゃいませんか？いますが、何ですか突然。いえ、息子が今度結婚するんですが、そのお相手の女性が同じ名字でしたので。すると男性は驚いたように目を見開いた。あれ、うちの妹も今度結婚するんですよ。なんでもシングルマザーの貧乏人だとか。この言葉にきっと嫁の家族に間違いないと確信した。嫁の母親とそっくりな言い方だった。まさか違いますよね。さあどうでしょう。もしあなたの息子が妹の結婚相手だったら絶対反対だわ。男性はケラケラと笑った。どうして反対なんですか？そりゃ清掃バイトのおばさんの息子なんてうちの家系には釣り合わないだろう。我が家はみんな有名大学を出ているエリートなんだよ。俺は有名私立大学を卒業したんだ。お宅の息子とは大違いだ。よくここまで不快な言葉を発せられると感心するほどだった。彼はベラベラと経歴や仕事の話など聞いてもいないことを話している。どうやらうちの会社で行うプロジェクトに参加するためコンペを任されたそうだ。エッシャにとって大きな仕事が入るチャンスを任されたのだと得意げに言っている。ま、俺はあんたの息子と違って優秀だからな。それよりさっさと教えろ。営業部は誤解です。さっさと言えばいいんだよ。使えねえババアだな、などと捨て台詞を吐いてエレベーターに乗っていく。私は一気に気分が悪くなり、重い息を吐き出した。それから1週間後、息子たちは
正式に籍を入れることになり、両家で顔合わせを行うことにした。高級ホテルのレストランに向かうと、嫁家族が揃っており、私の顔を見た途端、嫁の兄が爆笑し始めた。マジで清掃のおばさんじゃん。ちょっと、お兄ちゃん。嫁の制止も聞かずに騒ぐ嫁の兄に、私は顔をしかめる。他のお客さんもいるというのに、大声を出して迷惑だと思わないのだろうか。はじめまして、アキラの母、アサコと申します。お久しぶりですね。まさか、息子とも縁があるなんて、奇遇ですね。ええ、職場でお会いしましたね。マジで清掃のおばさんの息子が凛の結婚相手？やめとけよ。そうね、うちはみんな優秀だから、劣等感で辛くなるだけよ。嫁の母も兄と一緒にケタケタと笑っている。そんな義家族に怒りがふつふつとこみ上げる。あの、劣等感ってどういうことでしょうか？え？だってお宅は母子家庭なんでしょ？母子家庭ってことは中卒？さぞ貧しかったでしょう。あまりこういうことを言いたくはありませんが、うちの家系は皆それなりの大学を出ていまして、学歴の低い人間と接したことがないんですよ。会話も噛み合うかどうか。本当に結婚してアキラさんはその劣等感に耐えられるの？嫁家族の言葉に私は堪忍袋の尾が切れた。私のことならいくらでも侮辱して構わない。息子のことをバカにするのだけは許せなかった。これ以上息子の尊厳を傷つけられるわけにはいかない。そう思って勘違い家族に真実を伝えることにした。あの、低学歴と言いましたが、うちの息子はしっかり大学を出ていますよ。私の一言で嫁家族の顔が変わった。そして嫁の父は鼻で笑った。へえ、どんな大学ですか？まさか F ランクの大学じゃないでしょうね。ハーバード大学です。え？目を丸くする嫁家族にもう一度言い直す。聞こえませんでしたか？息子はアメリカにあるハーバード大学卒業です。そう言った瞬間、嫁家族はレストラン中に響き渡る声で笑い始めた。ちょっと、冗談はよしてくださいよ。見栄を張るために嘘をつきたい気持ちはわかりますが、ハーバード大学って。嫁の父に続いて、母や兄までバカにするように続けた。有名な大学、ハーバード大学しか知らなかったの？嘘つくならもっとマシな嘘をついてくださいよ。おかしくて仕方がないというような嫁家族に、息子はスマホを差し出した。嘘ではありませんよ。これが卒業式の写真です。息子が卒業証書を手に持って笑っている写真を見せる。合成ですか？ずいぶん手の込んだもの。合成じゃありませんよ。英語読めませんか？卒業証書に名前も書いてあるじゃないですか。もし信じられないようでしたら、後日本物をお見せしましょうか。息子の挑発に嫁家族は顔を真っ赤にした。そして嫁の父親は足を組んで偉そうに話す。嘘だ。お前のようなシングルマザーの家の人間がハーバードだ？アメリカに行く金もないだろう。貧乏人のくせに見栄を張って恥を知れ。未だに息子の学歴を信じようとしない嫁家族。私はため息をついて口を開いた。だからなんで母子家庭だと貧乏なんですか？私たちは一度も貧乏だと言っていないですよね。私の言葉に嫁の兄は納得がいかないというようにテーブルを叩き声を荒げた。は？女のお前が大して金を稼げるわけないだろ。現にお前はただの清掃バイトだろ。そんな奴に息子を海外の大学に入学させるだけの財力があるわけがない。そもそも清掃バイトが間違いですよ。会社で働いておりますし、資産も30億円ありますし。
は？騒ぐ嫁の兄に私は名刺を差し出した。改めて私は T グループの代表を務めております。先日は我が社のコンペに参加していただきありがとうございました。 T グループの代表、そんなバカな。嫁の兄は顔を真っ青にしてこちらを見る。それもそのはず、 T グループは日本でも有数の飲食チェーン店を経営するグループ企業だ。そんな大企業の社長がこんな女だと思わなかったのだろう。実は私は T グループの創設者の孫なのだ。父が継いで私も後を継ぐために必死に勉強しながら働いていた。その最中に夫が亡くなってしまい、子育てに集中するため社長業は諦めようと思ったのだが、両親や周りの同僚のおかげでなんとか子育てをしながら社長に就任することができた。そして会社の社長として働く月収だけでなく、亡くなった父から相続した遺産や不動産などを含めると約30億円という莫大な資産があるのだ。嘘だと思うのならホームページを見てください。写真が載っていますよ。嫁の兄は急いでスマホを操作し、そして画面と私を見比べてあんぐりと口を開けた。だってあの時ゴミを拾ってたじゃないか。ゴミが落ちていたので拾っただけですよ。清掃バイト以外がゴミを拾っていけないなんて決まりがありますか？私の言葉に嫁の兄はみるみる顔を青くしていく。あ、俺はなんてことを。私の顔も知らずに我が社のコンペを受けていらっしゃったんですね。それは。冷や汗をかきながらしどろもどろになっている。そんな嫁の兄に追い打ちをかける。私はスマホを取り出して S 社の社長に電話をかけた。もしもし、お世話になっております。先日はコンペに参加していただきありがとうございます。コンペの結果ですが、今回はお断りしようと思います。待ってください。嫁の兄は電話中にもかかわらず焦り出したが無視した。電話の向こうでも S 社社長の焦ったような声が聞こえる。弊社に何か問題でもありましたでしょうか？いえ、御社に問題があるとかではないのですが、責任者の八谷さんと先日知り合ったのですが、母子家庭や学歴に関して差別的な発言がありました。まさか、社長に何かご無礼をしたのでしょうか？そうですね。ですが、問題は私を侮辱したことではありません。私は、社員全員を家族だと思っています。八谷さんのように人を侮辱するようなことを平気で言い笑っているような方と今後一切お仕事は行いません。この度は大変申し訳ございませんでした。後日改めて謝罪に伺いますので、考え直していただくことはできないでしょうか？申し訳ございませんが、今回のコンペはなかったことにさせてください。S 社の社長には申し訳ないが、嫁の兄と関わるくらいなら S 社自体と取引を行わない方がマシだ。 S 社の社長と電話を切って嫁の兄を見つめると、ガタガタと歯が鳴るくらい震えている。俺は。あなたの処遇は明日会社に行くとわかるでしょうね。そんな。嫁の兄は泣きそうな顔をして息を飲んだ。そして次の瞬間、人目もはばからず土下座をしてきた。すみませんでした。何でもします。だからコンペの話をもう一度考え直していただけませんか？お願いします。このコンペがダメになったらクビになる。そうね、何でもするの？はい。じゃあ土下座はやめてちょうだい。彼は予想外だったのか、不思議そうに顔を上げて表情を和らげた。許されたのだと思っているのだろうが、私がそんなに甘いはずがない。
こんな大勢がいる場で土下座なんて何を考えているの？旗から見れば私たちが悪者に見えるでしょ？それとも私たちが悪者なのかしら？いえ、そんなことは。あなたが何をしようが勝手ですが、あなたの行動で周りがどう思うか、相手に対してどのような迷惑がかかるか想像がつかないようなあなたと今後一切仕事をしたいと思いません。嘘だ。がっくり肩を落とす嫁の兄に、彼の両親も顔を真っ青にして話を聞いているしかなかった。今までの話で信じていただけたかと思いますが、我が社はありがたいことにお金に困っておりません。だから息子が海外の大学に行きたいと言い出した時も金銭的に支援ができました。そうでしたか。これはとんだ勘違いを。嫁の父は額の汗をハンカチで素足なく拭っている。そして引きつった笑顔を浮かべて私たちを見つめてきた。いやー、でも T グループの社長と親戚になれるとは光栄です。容量も悪く大して使えない娘ですが、何卒よろしくお願いいたします。媚びを売るように手をこすり合わせている。私の正体を知った途端変わる態度に嫌気がさした。嫁家族とは正直関わりたくもない。しかしこの調子だとそうもいかなそうだと頭を悩ませていた時だった。今まで黙って聞いていた嫁が勢いよく立ち上がった。もういい加減にして。リン、どうしたのよ突然。今まで散々失礼なことを言って勝手に勘違いして侮辱しておいて、都合のいい時だけ利用しようとして、人として恥ずかしいと思わないの？利用なんてことを言うんだ。これからいい関係でいたいだけさ。嘘よ。今までだって大手企業の社長は大学の同級生だとか話したこともない人を使って偉そうにしていたじゃない。ただ見栄を張るんじゃなくて仕事にも悪用していたよね。仕事へも悪用していたってどういうこと？嫁の言葉が引っかかり顔をしかめると、嫁は体を震わせながら口を開いた。父が電話しているところを聞いたんです。ある企業の社長と知り合いだから俺のことを昇進させた方がいいって言っていて。違うんだ。それは聞き間違いだ。もういい加減にして。私お父さんたちとは縁を切るから。嫁家族は焦ったように嫁の肩を掴んで揺さぶっている。バカなことを言うんじゃない。誰がここまで育ててやったんだ。育てた？嫌になるくらいいい大学に進学しろ、大企業に就職しろって言っていただけじゃない。なんてことを言うんだ、この親不孝者。そうよ、食費や洋服代だって全部私たちが面倒を見てたのよ。縁を切るなら今まで育てるのに使ったお金全部返しなさい。嫁家族は嫁と縁を切ることを一切悲しんでいない。それどころか金まで要求する異常さは気味が悪かった。どう助け舟を出そうか悩んでいると息子が立ち上がった。では5000万円でどうですか？5000万円？はい、今までの養育費教育費すべて込みで5000万円を俺が払います。リンさんは優秀で大学までの国公立の学校を卒業しているため、そこまでお金はかかっていないと思いますが、手切れ金です。嫁は驚いて夫を見ている。そんな嫁に夫は微笑んだ。君がこれ以上家族のしがらみに苦しむなら縁を切ろう。俺も母さんも困ったら助けになるし、血はつながっていないがいい家族になれると思うんだ。そうね、リンさんはすでに本物の娘のように思っていたけど。アキラさん、お母さん。嫁の目からポロポロと涙が溢れ出した。こんなにご迷惑をおかけしたのに、私と結婚してくれるんですか？当たり前だろ。リンは何も悪くない。それに、母さんもリンのこと気に入ってるんだ。ボロボロ泣いている嫁に、私は微笑んだ。そうよ。うちの息子と結婚してくれたら嬉しいんだけど、リンさんはどう？喜んで。
おえつをこらえながら紡ぐ返事を聞いて、息子は嫁を抱きしめる。私は安心して肩の力を抜いた。これでやっと結婚に関する不安が解消されたのだ。そして嫁に捨てられた嫁家族は呆然と抱き合う二人を見ることしかできなかった。結局嫁の兄はコンペの失敗という責任だけでなく、うちの会社と今後一切取引を行わないという最悪の事態を巻き起こした責任を取らされ、会社をクビになったそうだ。学歴が優秀だから再就職も楽勝と思っていたようだが、悪評が様々な企業に流れ、大手の企業はことごとくダメだったらしい。私たちのような大きい企業の社長はパーティーなどで会うことが多く、様々な情報が行き交っている。 S 社との話もすぐにいろんな人に広まってしまったようだ。会社を選ばなければ再就職はできたのだろうが、プライドの高い嫁の兄は自分より学歴の低い社長の会社には勤めないなどと偉そうなことを言って、ハローワークの職員を困らせているらしい。もちろんバイトもしないので、毎日ダラダラとニートのような生活をしているそうだ。退職して悠々自適な暮らしを夢見ていた嫁の両親も、わがままでニートな嫁の兄を養っていかなければいけず苦労していることだろう。近所にも嫁の息子がニートになったことが知れ渡り、肩身の狭い思いをしているらしい。今まで学歴などを自慢し他人を見下していた罰が当たったのだ。そして息子たちは晴れて結婚した。式は行わず写真を撮っただけだが、その分のお金を使って海外へ新婚旅行に行くことにしたのだ。嫁からは毎日楽しそうな写真が届き、私まで嬉しくなる。今回嫁の家族とのいざこざはとても不快な気持ちになったが、結婚する前に本性が分かってよかったと安心している。嫁は幼い頃から友達も親の学歴で選ばれるなど相当苦労していたらしい。家族と縁が切れてからはすっきりしたようで、以前より前向きになった気がする。これから息子と一緒に素敵な人生を歩んでいってほしいと心から願っている。